皆さんは自宅に警察官が訪ねてきたことはありますか？近くで事件があり、何か知らないかと聞き込みに来た。でも扉を開ける前にお気をつけください。その人は本当に警察官でしょうか？今回はそんなお話です。杵渕夫婦失踪事件。2001年5月18日午後6時頃、千葉県千葉市若葉区貝塚町に住む夫婦、杵渕清さん当時59歳とその妻、育子さん当時54歳の行方がわからなくなりました。ちょうどその日のお昼頃、千葉市内の金融機関において、夫名義の通帳から現金350万円が引き出されており、その際に同金融機関の防犯カメラに払い戻しをした第三者の映像が残っています。二人が失踪する直前、奥さんである育子さんは親しい友人に、今日は人生のうちで一番悲しいことがあったというメールを出したり、車ごと失踪し後に車だけが発見、さらにその車内からは2人のものと思われる血痕がトランクから検出されるなど、非常に不可解な謎が多く残っている失踪事件となっており、2020年現在まで未解決となっています。本件の重要な鍵を握る人物として2人が失踪する数日前、警察官を名乗る謎の人物が杵渕さん夫婦宅に出入りしたことが分かっています。警察に確認したところ、該当する警察官はいなかったそうです。2人の失踪は何らかの事件に巻き込まれたとみて間違いないでしょう。しかも金絡み。本件を調べていくと、ある噂にたどり着きました。それではまずは事件の詳細です。2001年5月15日、パートで働いていた育子さんから上司である山田さんに、警察が来るから会社を休ませてほしいと電話で連絡がありました。彼女が言うに、警察が来る理由は、近所で捕まった2人組の空き巣グループが自分たちを狙っていたことが判明し、その仲間のうちの1人がまだ逮捕されておらず、その犯人が未だに杵渕さん宅を狙っているからとのことでした。その後、おそらく偽の警察官と思われる男は杵渕さん宅に来訪。逃走中の空き巣は必ず杵渕さん宅に現れる、見られているかもしれない。空き巣は杵渕さん宅の間取りだけではなく、家族構成、夫婦の仕事の時間、家族しか知らない情報まで知っていたと話します。しかし彼女はこの人物を不審に思い、夫である清さんへ電話で連絡することになります。電話口で男に代わり、夫とやり取りをしますが、堂々と応対していました。そして男はこの日、清さんが帰宅した19時半頃に家を出て行きました。翌5月16日水曜日午前9時頃、前日と同じ男が杵渕さん宅に、科捜研の弘中と名乗り再訪します。近所に空き巣が入ったが、逮捕間際で取り逃がしてしまった。弘中は続けます。 IT に長けた知能犯の空き巣は、被害者の知らない間に預金を引き出すことができる、被害があった時にすぐに警察に届けられるようにしておくべきと話し、持っていた被害届を渡されたそうです。不安に駆られたのでしょうか、育子さんは言われるがまま、その用紙に個人情報や口座の情報を全て記入してしまいます。さらにこの男を家に上げ、防犯指導を名目に金庫や通帳のありかを教えてしまうとともに、署に戻ってから口座に不審な動きがないかどうかを調べると言われたことから、印鑑を提出。よっぽど信頼してしまったのでしょうか。この弘中という男について、夫婦は警察に確認をしていなかったそうです。そして実はこの日の朝7時半頃、育子さんから友人へ、人生で3本の指に入るほど辛いことで困っているという内容のメールが入ります。しかし残念ながら、友人がこのメールに気づいたのは6日後の22日のことでした。5月17日木曜日午前8時頃、育子さんから会社へ、まだ警察が来ているから出勤が遅れる、12時を過ぎたら欠勤にしてほしいと連絡があり、結局この日は欠勤となる。この日の10時1分と17時41分には、清さんから不動産業者へ、自宅の鍵を変えたいと電話があったことが判明しています。5月18日金曜日午前7時頃、清さんが出勤。その後の午前8時頃、育子さんから会社に30分遅れると電話が入ります。さらに9時20分頃、今度は清さんを名乗る人物から育子さんの職場に電話があり、親戚に不幸があったので 2,3 日休むと伝えられます。この時間、清さんは埼玉県三郷市の職場にいたことが確認されています。そして電話の発信記録から、この電話は間違いなく杵渕さん宅からの電話だったことが分かっています。育子さんの状況について不審に思った会社の上司である山田さんは、午前10時頃に杵渕さん宅を訪問します。その時の状況は、ガレージに車があり、呼び鈴を押しても反応はない。家の裏手から中を覗き込もうとしたら、左手に男が立っていた。目が合うと横を向いたため、声をかけるなという意味だと受け取り、本当に警察が杵渕さん宅を見張っているのかもしれないと思ったそうです。その時に目が合った男は、身長160センチから170センチ。年齢は60歳前後で髪型は短髪。角張った顎が特徴的だったそうです。この男は昼の12時頃に近所の人も見ており、警察へも届けています。そしてこの日の13時45分、千葉駅前の銀行に野球帽、マスク、メガネ姿の杵渕清を名乗る男が、定期預金の350万を解約しており、この様子が防犯ビデオに映っています。この防犯ビデオに映る男の特徴がこちらです。身長165センチ、年齢は50代から60代、肩幅が広くエラが張っており、耳の形や首の太さから格闘技経験者の可能性が高く、帽子には C、D の文字が入っていました。この帽子については中日ドラゴンズの帽子であった可能性が高いそうです。そして清さんは午後6時に退社して以降、行方がわからなくなりました。また、この日の午後8時頃には、杵渕さん宅から大きな物音がするのを近所の住人が聞いており、さらに育子さんの友人が家に電話したところ、男が出て今、伏せっていますと話しました。5月22日火曜日、清さんは21日、22日と2日続けて無断欠勤をしていました。そのことを心配した清さんの上司が杵渕さん宅を訪問します。玄関も雨戸も閉まったまま、車庫の門は開いており、車はなく、ポストには新聞や郵便物が溜まっていた状態だったそうです。上司はこの様子に違和感を覚え、すぐに警察へ通報。警察は杵渕さんの長男に連絡し、警察と共に室内に入ったところ異変に気づきます。夫婦の姿はなく、荒らされた形跡はないものの、風呂場の扉には何かで擦った感じの血痕が残っていました。翌23日、警察はすぐに杵渕さん宅を調べます。そしてこれらのことが分かりました。家の中は夫婦以外の指紋が全て拭き取られていた。ルミノール反応から風呂場と廊下に血痕を拭き取った跡を検出した。これは DNA 鑑定の結果、風呂場に残された血痕は育子さんの、そして廊下に残された血痕は清さんのものであると判明し、特に風呂場の血痕は致死量を超える血量でした。その後、夫婦が所有する車が遠く離れた名古屋で発見されたのは、2人が失踪してから約4ヶ月後、2001年9月のことでした。しかし残念ながら車は発見されたものの2人の姿はなく、また車内には指紋も残っていない。車の後部座席からは尿反応が、そしてトランクからは夫婦の血痕が見つかりました。この車の走行記録は警察の N システムによって明らかになっています。それによると19日から20日にかけて何かがあり、この車は名古屋方面に向かったことが分かりました。一体2人に何があったのか。杵渕さん宅には壊れたパソコンが残されていました。このパソコンを復元すると、育子さんから不特定多数に送信したメールが100通以上発見されます。削除されたメールは化粧品のマルチ商法絡みのものでした。また、育子さんが誰かに100万円単位でお金を貸していたという噂も出ており、その相手が会社の仲や仲間内だったというのは地元では有名な話だそうです。そして家に来ていたのは警官ではなくヤクザで、近所への体裁のために警官と言っていたとの噂も出ています。この噂について信憑性は分かりかねます。あくまで噂話の一つとしてご理解をお願いいたします。また、この頃は偽の警官が家を訪ねてきたという事例が千葉県や神奈川県など関東近県で多数発生していたのも事実です。私は本件の犯人について家族しか知らない情報を知っていたという点が気になります。また、化粧品のマルチ商法絡みのメールやお金の貸し借りの噂、もしかしたら杵渕さんとそう遠くない人物による犯行かもしれません。もちろん先に述べた通り、この頃は同様手口と思われる詐欺が横行していたのも事実なので、その可能性も否定できません。ただ一つ確実なのは、言葉巧みに人の心に入り込み、挙句暴力行為に及び現金を奪った人物が捕まっていないということです。そして残念ながらそういう人は本件の犯人以外にも世の中に存在しています。本件の犯人は2001年頃に50代から60代であれば、今現在70代から80代、特定に至るまでは難しいかもしれませんが、何よりも2人が無事に発見されることを願ってやみません。今では直接家を訪れるだけではなく、 SNS やメールで銀行や高額当選を語って個人情報を探る手口も少なくありません。少しでも不審に思ったらまず調べてください。あなた自身を守れるのはあなた自身です。知らないことは人に聞くよりも自分で調べる。いろいろな情報を得てそれぞれ精査し、自分の知識として蓄えていってください。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。